よし。そうだ。よし。さあ、裁きの時間だ。包囲した後に、あの娘の魂を狩る。手伝おうか。妹分に異常があるのかもしれない。なら私たちで戦ってやるのが親切というものだ。私は早く元の世界に帰りたい。そのために戦うだけ。者という言葉を知らないのかしら。裁きを私はただ人間を倒すだけ。そこに何の感情も感じない。そう、綺麗なお人形さんみたいな人ね。俺もお邪魔するよ。楽しそうですね。道を開けてもらうよ。華麗な戦いぶりだね。大佐を仕留めてもいいか。ずっと見つめていますよ。ぶっ壊します。道を開けてもらうよ。大戦果を認めます。くらいなさい。良き敵と見か。参る。裁きの時は来た。落ちるがいい。医者に挑もうってか。俺の出番だ。そんなに暴れてご機嫌のようね。呼びましたか。No chance。人間どもの茶番に付き合うのに飽きた。早く戻ってお父様を復活させなければ。私も早くヨカルのもとへ帰りたい。もうタマキは逃れられない。さあ、裁きの時間ね。異変です。敵にすっかり包囲されてしまいました。どうすれば。タマキちゃん、仲間を呼ぼう。伝令をいっぱい出せば誰かは脱出できるはず。私も一緒に行ってくる。すぐ戻るから待ってて。邪魔をするなら止めないと。うまくいったぞ。ロバーン、ロバーだろ。裁きの時は来た。落ちるがいい。一人で頑張って。手伝おうか。出番です。身の程知らずだ。誰であろうと、ただ仕留めるだけ。ちゃん、助けられなくて。
なるほど、あなたは手だれであると認めます。タマキは心から世界を救おうとしているんだ。家族だろうと邪魔をさせるつもりはない。このままじゃタマキが危ねえ。一旦引くふりをして機会を伺うか。俺の出番だね。身の程知らずだ。あなたの魂借らせてもらう。そんな、いや、そっちの兄さんが呼んだかい。殺したいほど苦笑に組んでいます。これで終わり。おや、セツナ、お前にチケットを渡した覚えはないわ。あなたに代わってこの娘を裁く。それで全てが終わるはずだ。違う、そんなことはさせない。わあ、すごいです。真似してみたいな。うちは揉めが始まったか。よし、タマキ、俺に捕まれ。この隙に逃げるぞ。シューソン様、ほら。魔人の力は無双、抗おうなどと思わないことだ。どうして止めたの？あの子を倒して王位を奪うのが望みなのでしょ？もしかして嘘なのかしら？それは手伝おう。ましたか？裁きの時は来た。落ちるがいい。は逃げ切ったようだな。何のつもりだ？邪魔をした理由を聞かせてもらおう。畜生！は？刹那。そのねえ、はは、いいや、いやね。くっ。
いや、セツナさん、そうだね。